はい、皆さんこんにちは、レガテドリブル塾拓也です。今日はメッシが実際に試合で使ってたドリブルテクニックをベスト10形式で紹介していきたいと思います。メッシのフェイントテクニックは簡単かつ試合でも使いやすいものばかりなので、皆さんの参考になれれば幸いです。それでは早速やっていきましょう。一つ目はダブルタッチの前に小さい空踏みを入れるテクニックです。ポイントは空踏みを大きくしすぎないということです。ボールのすぐ横を小さく早く踏むイメージでやるようにしてください。そうすることで普通にダブルタッチをやるよりも相手のタイミングをずらした上で逆をつくことができます。L 字ドリブルはダブルタッチの片足板のイメージです。相手をかわそうとすると斜め前にタッチすることが多くなると思いますが、このテクニックの場合はギリギリまでディフェンスとの距離を詰めたところからワンタッチ目で真横にボールを運ぶことで相手の足が届かないところに移動させます。最後は縦にボールを運び、その名の通り L 字を描くようにしてボールを運んでいきます。アウトとインのタッチを使ってかわすシンプルかつ効果的なテクニックです。一度アウトで中に行くように見せかけ、すぐさまインのタッチで切り返し相手の逆をつきます。ポイントはアウトのタッチを小さく行うことです。ここのタッチが大きくなると次のタッチにつなげられないので、ここに注意しながらやってみてください。ハイドターンは自分の体でボールを隠しながらターンできるのが特徴です。相手に体を向けてターンをするのではなく、相手に背中を向けてターンをします。なので左足右足どちらを使えば相手に背中を向けてターンできるか、ボールを隠しながらターンできるかっていうのを知っておくことが重要です。王道中の王道のフェイントでメッシもよく体を左右に揺さぶり相手の逆を突き突破しています。ポイントはボディフェイントの後のタッチをなるべく早く行うことです。ボディフェイントだけに気を取られると次のタッチが遅れて相手に体を入れられてしまう原因になるので、次のタッチがしやすい位置にボールを置いた状態でフェイントをすることを心がけてください。このテクニックは自分から仕掛けて使うよりも相手のスライディングなどに対して使えるテクニックです。相手がどう来るのかを見極めることがとても大切です。やり方としてはつま先を使いボールの下に引っ掛けるようにしてボールを浮かせます。こういうテクニックを持っておくと相手のプレッシャーをうまく利用してかわすことができるので、ぜひチャレンジしてみてください。シュートを打つふりをしてさらにワンタッチ中へ運ぶテクニックです。これの効果としては相手のシュートブロックを完全に振り切ってからシュートにつなげることができます。ポイントは本当にシュートを打つように体全体を使うことです。足だけでなく腕や目線といった細かい部分も意識します。ペナルティエリアなどゴール前では特に効果を発揮する簡単で使いやすいテクニックの一つです。一見すると普通のアウトのタッチで顔しているように見えるこのテクニックですが、足首だけを使ってアウトで弾くようにタッチをする見た目以上に難しいテクニックです。ポイントはギリギリまで中に行くことを見せないこと。そのためには体の向きをドリブルの進行方向へ向けたまま足首だけをひねってアウトでタッチしてボールの軌道を変えることがポイントです。このテクニックは最初から狙って使うというよりは、少しタッチが大きくなってしまった時や密集地などとっさに出てくる系のテクニックになります。相手がボールを奪えると思う瞬間は股抜きをしやすくなります。そこを狙ってつま先で軽くボールを触って相手の股を抜きます。最後はボディフェイント系のテクニックです。普通の体を左右に揺さぶるフェイントと違うのは、ボールを前に運ぶような体の使い方をすることがポイントです。足だけでなく体全体を使ってボールの横から前に大きく通り越すことでフェイントがよりリアルになり、引っかかりやすくもなります。はい、今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。ぜひ皆さんもメッシの足技チャレンジしてみてください。今日この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録の方もしてもらえるととても嬉しいです。今後もこのチャンネルではサッカー系のためになる動画や面白い動画を頑張って配信していきますので、引き続き楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.